ハローアースノイド。パイロットのことをなんだと思ってるんだ、に対する、ネットの反応をお送りするよ。ユニコーンパイロット取り込めます。バルバトス5体不満足にします。キャリバーン運動機能に障害を与えます。何それ怖。お前は最初のパイロットと機体そのもの、どこ行った？ダブルオー後輩どもはパイロットのことをなんだと思ってるんだ。パイロットを別の生き物に変えるのはどうなん？それはこいつに限った話じゃないので。進化、進化ですよ。イノベ化そのものは生物としての性能が爆上げするだけでデメリット自体はないし、そうは言っても GN 粒子そのものはもともとダブルオー世界に存在してたのだ。だからダブルオーがなくてもそのうち人類イノベーターへの進化は発生していたんだ。イオリアの計画でそれがちょっと早まっただけだからセーフ。ちょっと格好およそ500万年前からの人類史で現れなかった存在が、GN ドライブの普及から数年でポンポンと覚醒するように、見方によっては、そうぞましい機体なんだよな、ダブルオー系統。兵器として欠陥では？ダブルオー系は磁気パイロット以来の連中まで変質させるからホラー世界のそれ。ダブルオーはパイロット自身が変革を望んだからセーフ。周囲にいるパイロット以外の人間も改造する時点でお前さんの方が悪質だ。サジクロスロードみたく爆心地にいても平気な子がいるし、漁師かも5度は経験してるんですよ彼。言うてイノベーターになったの刹那だけやし、他の人はトランザム空間に招待しただけじゃね。映画を見てない子なの？開発理由とか運用のされ方とか考えたら一番優しくないんだけどね。それスタルビーイングのモビルスーツ、パイロットへの負担はないけど。太陽炉搭載機も旧世代機は毒性があったんやで。毒性の発生は GN 粒子の圧縮が原因なんだ。GN 粒子自体は基本的に無害なのだ。GN ドライブそのものが兵器転用が副産物だったりするからまあね。ユニコーンガンダム派？パイロットの熱い思いに応えてあげただけですが、モビルスーツでコロニーレーザー防ぐのは無理すぎるんで、でかいパワー出すならやっぱり代償が、ね。その点、僕はパイロットに優しいですよダブルオー、先輩。むしろストフリ君はパイロット機からシステム DV を受けてる被害者君では。そういや心臓が焼け死にかけてたな。被弾以前にパイロットの技量だけで全身ぶっ壊れる寸前で悲鳴上げてるおいたわしい子。操縦で設計限度ギリギリまで負担をかけるからそれを解消したのがストフリであって、ストフリ自体は悲鳴上げてないよ。どっちかというと悲鳴上げてたのはストライクと無印フリーダムとルージュだよ。映画じゃ別方面から悲鳴上げたけど。上げてるだろ。フェーズシフトフレームが全開稼働してる時点で機体全体の剛性が限界を迎えてる。そのフェーズシフトフレームの機構で負担を解消してるんだから限界を迎えてないのでは。発光現象を起こしてるタイミングですか？限界ギリギリ。あれでもね、めっちゃギリギリの危ない状態なんすよ。君一部ではパイロット君への呪いとか言われてるで。そもそも君の方が先輩では、二式だから後輩自称してるんや。パイロットには優しいけどオルガノイド部品使ってるシードのモビルスーツ、 OS の箱開けたらグロそうでえや。オルガノイドだって一瞬オルガの模倣品がファテマみたく入ってるのかと想像しちまった。止まるんじゃねえぞ。いいんじゃ、エネルギー切れを起こしたことはないが、アスランにだいぶ酷使されてるような。金系ガンダム、おかしなシステムが積まれてない安心安全なワイラが一番やな。君たちがよくわからんオカルト理論に頼ってないところは好感持てるけど、君たちの世界の物理法則がオカルト地味てるんよ。物理衝撃を想定にだと、物理法則がオカルトかどうかはともかく、物理衝撃を想定にはただの読解力の問題では。お前らもともと自分らが遺伝子いじって魔改造した人間じゃないとまともに動かせないような代物だったこと忘れるなよ。深夜ストライクが出てきてジェネシスやレクイエムディスラクター開発されてる世界も怖いんやで。市民の死亡率もトップクラスじゃねえかあの世界。エグザムシステムスタンバイ。サイコザク、翼を授けるぞ。モビルファイターはパイロットに優しいぞ。乗る資格がなきゃ乗れないし。やばい後輩ばっかりで草。 G セルフ親からの愛情たっぷりです。G セルフ君は気軽にパイロットを虐殺者にしちゃうだけで優しい良い子だよ。コクピットにトイレもついてるし。 G セルフって子供のために作ったから機体自体には変なもんは積んでいないな。そういえばその子供か判定するためにありとあらゆる
する認証を行うから若干病んでレミを覚える。1期と2期の半分ぐらいは主人公気合ってたエアリアル君もおるやろう。見てみー、この人懐っこい様子。コックピットに座った人がお姉ちゃんの好みじゃなかったら焼かれたり、スレッタ以外が乗ったら死ぬレベルのスコア出してるだけや。昨今はガンダムがパイロットだけでなく機体にもだんだん広い草が求められるようになって、面倒なリスクを背負うようになってきたよな。てかバルバトス君の問題っていうか接続用コネクタが蘇生なのが問題だし、バルバトス俺は悪くねえっすよ兄貴、あいつがもっとよこせとか言うから。一番優しいのは薬剤戦時代の荒屋敷だと思うわ。あれほぼノーリスクやろ。背中に手術しなきゃいけないし。他に比べたら手術なんて誤差や誤差。しかもその手術もノーリスクっぽいし。荒屋敷は正規の手術受けて用法用量を守れば問題ないし、機体側にもリミッターついてるから本来はかなり人道的。ロゴアニメにおけるリミッターとはいざという時に解除してリスクと引き換えにパワーアップするためのもの。バルバトス自分はセーブしてるけどパイロットがやれって。デンドロビウム先輩薬決めさせれば余裕余裕。お前はシステム云々じゃないからセーフやな。素のスペックで薬物強要するのが果たしてセーフなのか知らんけど。変なシステム積んでないけど一発撃ったら女の子がコックピットで叫んでる。至近距離で大虐殺かますからだよ。サテライトシステムは確かに変なシステムじゃないけど一度に殺しすぎなんですよ。なんか光っているんですけど、これ大丈夫なやつですか？知らん、なにそれ子は。まあいいや、ロールアウト。ウィングゼロが可愛く見えてきたぞ。そいつもそいつで登場者の頭ん中に無数の情報を流そうとするやべえやつなんだよな。近頃の若者はけしからん。君の系譜はマジでパイロットに優しいと思う。エイジシステムがのお金気味だけど。エイジシステム君パイロットにはそんな負担かけないけど、力イズパワーな改造しがち。よっしゃ、困っとるらしいからそれに合わせた感想用意したるで。で出てきたのが脳筋装備って、なんかこうそれでいいのかってならない？気持ちはわかるとはいえ AI の本領は基礎研究って面もあるから、高速シミュレートによる基礎理論の発展をもとに同系統の技術を強化するのは間違ってはない気もする。言うて回りくどい手段や強みを全部奪っていくピンポイントメタが好きとかでもないなら、シンプルな成功法で叩き潰すのが結局は一番安全安定な手段だし。エイジワンじいちゃんはフリットが英雄になるまで頑張りすぎや、馬小屋待機とかまでしてくれるなんて。デビルガンダムもっと周囲に優しくなれよ。確かに治癒効果あるガンダムは唯一無二だな。デビルガンダム、やはりパイロットの命を守ってこそ死者であろうと蘇生させてみせよう。侵食して汚染するのは NG です。兵器として障害を引き起こしてたのはマジの一発勝負だったせいなので、